ドリームドアのみえちゃんです。今回もアントラのオーダーグローブを紹介していきたいと思います。今回紹介するグローブはドルベン、こちらのネイビーとピンクのピッチャー用でございます。ネイビーにピンク、ねえ、初めて。いいですね。いいっすね。いいっすね。ちょっと可愛いよね。うん、可愛さあります。可愛さあるんですよ。今回オーダーしてくれた方なんですけども、前回私たちの徳島の旅を動画にて配信させていただいた時に、いろいろとちょっとサポートをしてくれた私たちの後輩のちか陽介くんがですね、その場でちょっとグローブオーダーしたいんですよねと唐突に来まして、はい、お全然いいよとするみたいな。で、私たちのイメージやっぱり外野のイメージじゃないですか。まあ外野手だったんでね。だからじゃあ外野用か、じゃあいろいろ色遊べるなって、いや違うんですよ、ピッチャー用オーダーするとっていうのはですね、草野球でなんかピッチャーをやってるらしいんですよ。あ、そうなんですね。はい、まあもともと肩はねそこそこ強かったので、まさかのピッチャーということで、はい、ピッチャー用オーダーしたいということでね、その球場で彼は私たちが試合を見てる間にですね、グローブオーダーシミュレーションしておりました。見てました。見てました。見てました。すげえこだわって、もう長いんですよ、うん、もう試合もうそっちのけでグローブシミュレーションを練って練って練りまくって、それで決まったグローブがこちらになります。まあ、彼のねこだわりを聞いたんですけども、可愛らしさを出したい、だピンクをメイン、ピンクをだから軸だったんですよ。本体のグローブの色は決まってなかったです。はい、紐とかマークとか縫い糸をピンクでいきたいと、ピンクに合う色をねいろいろ彼も青だったりとか赤だったりとかいろいろ試行錯誤してたんですけども、最終的にこのネイビーにたどり着きました。はい、でもいいですよねこのネイビー、なんかこう赤とピンクとかだとちょっとこう同系色系で派手派手しさが出るんですけど、このピンクの派手さにこのネイビーのこう締まった感じを使ってですね、私もちょっといざ届いてみて間近に見たらですね、ちょっといいなっていう、はい、ちょっとセンスあるなってでちょっと感じたんですけども、はい、で彼ね名前入れないんですよ。ひまわり。ひまわり、ちょっとよく分かんなかったんですけどひまわりってどうしたのって言ったら、僕ひまわりの花が好きですと、ひまわりのように輝きたいですと、まあそのねひまわりのように大きく目立つということでですね、ひまわりっていう文字を刺繍で入れて、このグローブを使ってもう打者をねブイブイ言わしてるって言ってたんで、はい、まあそのね、あのなかなか徳島が間近で見ることはできないですけども、徳島は第二の私の第二の故郷だと思ってますので、まあそこでね徳島の地でこのアントラーのこの目立つピッチャーのグローブで大きくひまわりのようにですね、大きく飛躍してほしいと思います。ドリームドア、はい、今回はネイビーにアクセントにピンクを入れた投手用バリューオーダーを紹介いたしました。ピンクが主張しながらも落ち着いたネイビーがしっかりとまとめ上げています。アントラーバリューは軟式用ながらも職人のこだわり抜いた革を使用しており、トップクラスの軟式用オーダーとなっております。アントラーのホームページには過去のオーダーサンプルが1000以上載っております。ぜひ配色など参考にしてみてください。ご視聴ありがとうございました。ドリームドアの室内練習場は JR 金町駅南口から歩いて10分のところにあります。下町風情ある街並みを抜けていくと左側に緑色の看板が見えてきます。はい、こちらがドリームドアの室内練習場です。中に入ると鮮やかな人工芝が広がっています。設備も最高です。またドリームドアではアントラーグローブを販売しています。特徴としてアントラーの職人はコンピューターミシンを使用しておりません。すべて職人の手足の微妙な感覚で製作しており、一つ一つに職人をはじめ設計者も含めた心のこもったグローブとなっています。基本的にオーダーのみの販売となっており、価格が4万5000円からとリーズナブルなのも魅力です。興味のある方はぜひお気軽にお問い合わせください。それではまたお会いしましょう。